まずこちらがですね、はい、弊社の高圧発電機車になります、はいはい、でこの高圧発電機車ですね、まあ、電気を作る発電機とか、エンジンの方が中に乗っております、はいはい、高圧で 6600V の電気を送ることができます。高圧作るんですね。はい、そうです。で、まあ、台風やですね、はい、地震などにつきまして配電設備の方が被害を受けまして、その配電設備の復旧にですね、時間を要する場合ですね、この高圧発電機車を用いてですね、電気を送ったり、そういう場合に使用します。で、容量はですね、はい、酸素負荷で、酸素負荷容量ですね、はい、1キロ、500キロ KVA となっております。まあ、約200件から300件電気を作ることができます。